うしたの？ダンス練習今日だっけ？それは大変だったね。おろおろしてる君、ちょっと見てみたかったかも。でも、こうしてプールまで会いに来てくれたのは嬉しいな。ねえ、こっちおいでよ。邪魔になんかならないよ。大会とかで大勢の人に見られても緊張しないように、君に見てもらって慣れておかなくちゃ。するよ。ほら、遠慮しないで来て来て。じゃあ泳ぐよ。見ててね。いきまーす。とっ。楽しかったもん。ねえ、どうだった？私が泳いでるとこ、フォームとか変なとことかなかった？綺麗？ありがとう。今日は君も見てくれてるし、張り切っちゃった。大好きなことで褒めてもらえるのは嬉しいな。好きだよ。クロールも背泳ぎも平泳ぎもバタフライも、ぷかぷか浮くだけでも楽しいな。泳いでると水と自分が一体になって、どこまでも広がっていくような気持ちになるんだ。どこまでも遠くに、好きなところまで。それに思いっきり泳いだ後は気持ちいいからね。だから泳ぐのはやめられないんだ。え、そりゃ、それは泳ぐのはもちろん楽しいし、みんなと歌うのも楽しいし、ちょっと待って。あ、笑ってる。からかったな。意地悪、この。びしょ濡れになれ、とりゃー。泳ぐヨウさんの姿が目に浮かびます。ヨウさんの美しく安定感のあるダンスは、日々の練習だけでなく水泳でも鍛えられているから生み出せるのですね。決めました。私も浦の星女学院の水泳部を見学したいです。今度行くとき私も同行させてもらえませんか？そうでしたね。ではきちんと事前に許可をいただいて見せてもらいましょう。これを見てください。
期大注目のアニメなんです。とある海辺の学校、そこの水泳部が舞台のお話なんですが、ほらこのシーンの背景とかこっちのシーンとか、内浦や浦の星女学院に似ていると思いませんか？ですよね。これは確認しなければならないと思っていたんです。行きましょう、真相を確かめに。いらっしゃい、ようこそ浦ジョへ。お久しぶりです、ヨウさん。わざわざうちの水泳部を見に来てもらえるなんて嬉しいな。今日も張り切っちゃうぞ。私も今日がすごく楽しみでした。念願の聖地巡礼、夢のようです。舞台って？ああ、水泳部の。知ってる知ってる、私も見てるよ。気になっちゃった。最初は知らなかったんだけど、 SNS とかでちょくちょく話題が流れてくるから興味が湧いてきて。なんとまさかヨウさんも同志だったとは。どうですか、ご覧になった感想は？結構面白い。練習の描写もリアルだし、キャラクターもみんな可愛いね。私部長の子が好きだな。頼もしいし、泳ぎもハイレベルだし。はあ、私も好きです。個性あふれる部員たちをまとめる、まさに大黒柱。いるだけで安心感が違います。いつも冷静でキリッとしてるけど、たまーにお茶目なところもあるよね。泳ぐ姿がすごく綺麗でさ、私もあんな風になりたい。ヨウさん、今日はお会いできて本当に嬉しいです。水泳部の見学よろしくお願いします。こちらこそ。じゃあ早速プールに行こう。全速前進、ヨウさら。十分に体をほぐしたし、さあ今日も元気に練習始めますか。頑張ってください、ヨウさん。ウォーミングアップに軽く泳いでみるよ。それ。おお、なんて美しいフォームなのでしょう。滑らかなストローク、力強いキック、惚れ惚れしてしまいますね。そこまで言われると照れちゃうな。周りまで照れさせる褒め方ができるのもすごいよね。嬉しいです、感動です。私は今あのアニメの中にいるんですね。第1話だけ、入部した主人公が幼なじみに応援されながら泳いですごいタイムを出すんだよ。そのことを部長が他校に通う妹に伝えるんですよね。この妹が後に主人公のライバルになるんです。さ
最初は喧嘩ばっかりしてたけど、協力してカフェ店員さんの恋を成就させたあたりから打ち解け始めたよね。実際に見ると本当にハードな練習ですね。毎日やってると慣れてくるよ。コンディションによってはヘトヘトになっちゃうこともあるけど、でも疲れるほど泳ぐのも楽しいな。厳しい練習も笑顔でこなす精神力、水泳を愛する心、陽さんは本当に素晴らしいスイマーです。せつなちゃんってば、褒めすぎだって。陽さんの懸命な姿を見ていたら、私も泳ぎたくなってしまいました。じゃあ泳ぐ？おいでおいで。ご心配なく。もしもの事態を想定してちゃんと持ってきてあります。更衣室は向こうですよね。ちょっとお借りします。君は来ないの？一人だけプールサイドじゃ寂しくない？こっちおいでよ、絶対楽しいから。君と一緒に泳ぎたいな。ねえねえ、ダメ？陽さん、部活お疲れ様でした。素晴らしかったです。感動しました。こちらこそ、いろいろお手伝いしてくれてありがとね。一緒に泳げて楽しかったよ。私も本当に浦女の水泳部員になったような気分でした。君も泳げばよかったのに。その時は体操着貸してもらえるように頼んであげるから。あの、陽さんはこの後何かご予定はありますか？ううん、部活も終わったし、このまま帰るつもりだったよ。でも、今日は二人がいるし、遊びに行けたらいいなって思ってた。それならば、聖地巡礼に同行していただけないでしょうか。学校や水泳部以外にも気になる場所があるんです。いいよ。私もアニメでこの場所、あそこに似てるなって思うところいくつかあるんだよね。行ってみよう。この砂浜が第3話に出てきたところじゃないかな。すごい、間違いありません。ネットの画像で見るより何倍もリアルです。そりゃ現実の景色だからね。写真撮っていいですか？どうぞどうぞ。主人公たちが大会に向けてミーティングをしていましたね。砂浜をホワイトボード代わりにして説明を。そういえば、アクアという名前は砂浜に書いてあった謎の文字が由来なんですよね。うん、実はその砂浜、ここなんだ。なんと、つまりここは
アクア誕生の地というわけですね。それほど貴重な場所だったなんて。私もこの場所は思い出深いよ。あの頃はまだチカちゃん、リコちゃん、私の3人しかいなくて、歌やダンスの練習だけで精一杯でさ。初ライブが決まるまでグループ名がないことに誰も気づかなかったんだ。急いで考えたけど、いいのが思いつかなくて大変だったよ。そうですね、難しいですが、とても大事なことだと思います。名付けは誕生を意味する行為でもあります。そして名前は道しるべであり器。自分が何者で何をすべきかを示し、願いや思いを託すもの。私たちの気持ちの器か。もうですか？時間が過ぎるのはあっという間ですね。まだ回ってないところある？確認します。いえ、予定していたところは全て回ることができました。私もこんなにアニメの話をするとは思わなかったよ。でも楽しかった。今日はありがとうございました、ヨウさん。また一緒に語り合いましょう。うん、また話そうね。もちろんいいよ。何にする？お菓子とか？あのお店は第1話で主人公が立ち寄ったところでは。向こうのお店は5話に登場したカフェ。確かめないと。本当に好きなものには一直線だね。せつなちゃんがさ、名前は道しるべだって言ってたよね。私もそうだったなって思い出したの。アクアの名前が決まった時、自分の目の前に道が伸びてることに気づいたような、視界がパーッと開ける感じがして、あれが私の中に器ができた瞬間だったんだよ。あの浜辺でアクアと一緒にスクールアイドルの私も生まれたんだ。この道をみんなと歩いていきたい、抱いた思いを守っていきたい、そういう気持ちがどんどん強くなって、今は器から溢れそうなくらい大好きな気持ちでいっぱいなの。うん、水泳や高飛び込み以外にこんなに好きになれるものに出会えて、それを大好きな人たちとできることがすごく嬉しい。当然どっちも。君にも質問。水泳やってる私とスクールアイドルやってる私、どっちが好きですか？そっか、これからも目いっぱい元気で幸せにしてあげるよ。だからずっと私を見ていてね。